デイビッド・ハルバースタムデイビッド・ハルバースタムはアメリカ合衆国のジャーナリスト。ベトナム戦争の報道で知られピューリッツァー賞受賞者である。1934年にニューヨークで生まれた。ブロンクスのユダヤ系アメリカ人として育った。両親はそれぞれ医師と教師を務めていた。1955年にハーバード大学のジャーナリズム専攻を卒業後、 ミシシッピ州ウエストポイントの地方市で記者として働いた。第二次世界大戦後の1950年代から1960年代の初期にかけて高まっていた公民権運動の取材などを行っている。その後ニューヨークタイムズの記者として南ベトナムに赴き15ヶ月間ベトナム戦争介入初期の取材を行った。ハルバースタムのベトナムからのレポートの多くが ジョンカイ・ケネディ大統領が推し進めたベトナム戦争への介入政策拡大に反対するものだったため、ケネディ大統領はハルバースタムの配置えを求めたとも言われる。1964年にベトナムをめぐる報道によりピューリッツァ賞を受賞した。ベトナムの泥沼からでベトナム戦争に泥沼という代名詞を定着させた。ハルバースタムはアメリカを ベトナム戦争に導くことになったケネディとケネディ政権の副大統領を務め、ケネディの政策を継いでベトナム戦争を拡大したリンドン・ジョンソン政権の政治エリートたちを中心に描いたベスト・ブライ・テストでその名声を不動のものにした。ハルバース・タムの作風は事実を淡々と書くボブ・ウッドワードの作風とは対照的である。 読者の注意を足掴づかみにする導入や、逸話の挿入、刺激的な語句の使用とドラマチックな展開は、彼の著作を他のジャーナリストのそれから際立たせるものとなっている。1960年代以末に、当時のポーランドの共産主義政権から国外退去処分を受けると、妻でポーランド人映画女優のエルジュビエータ・チジェフスカと共にニューヨークへ戻る。その後ハルバースタムは、 様々なテーマに積極的に取り組む。後継期には1950年代のアメリカの姿をあらゆる角度から追ったザ・フィフティーズや日米の自動車産業の交流と衰退を追った覇者のおごり、アメリカの4つの巨大メディアグループの歴史を追ったメディアの権力など決作が多い。またハルバースタムはスポーツジャーナリストとしても知られており、マイケル・ジョーダンや メジャーリーグベースボールについて書いた著作がある。来日経験もあり、日本外国特派員協会で会見を行っている。2007年4月23日、カリフォルニア州メンローパークで自動車事故により死去。73歳だった。朝鮮戦争に関する著書、ザ・コールデスト・ウィンターを完成した直後だった。死の直前まで。 イラク戦争についての著作を執筆すべく取材を精力的に続けていたという、ありがとうございます。